すごい、今完璧ですよ。水クラゲが完璧に。これ大人なん？これは一応大人ではないですけど、まあクラゲになりました。メデューサっていう状態です。あ、ほんま1個増えた。ポリプ、エフィラ、メテフィラ、メデューサでプラヌラが死にます。え、何がおるって？プラヌラですね。なんてこれです、これです。え、プラヌラ最初の状態です。ユセーラ、メスとオスで、まあ、卵ができるんですけど、卵ができて、その卵のこと、卵っていうか、まあ難しいんですけど、え、要はよく言うこいつよりも先ってことやんな。こんなん 前ですね、1個前です。あんまり知らんな。なんてプラヌラ。プラヌラです。見たことないな。多分ほとんど見たことないです。あなた見たことあんの？私も今日初めて見ました。初めてなんか今日肉眼で初めて見ました。じゃあ俺はないわ絶対。白なんかおんねん。どういうこと？ここら辺に。いやでも、ね、全体的にいますよ。白背景の方が分かるか、黒背景の方が分かるか。何やろう、気泡みたいな点々。あ、そうです、そうです。ゴミって言ったらあれ本当にちっちゃい。これを何なん、見つけたん？あれなんか右にいっぱい出てねってなって、それがプラヌラじゃんっていう。テンション上がったん？それで駆け込んできたの？そうそうそういや、そのなんかこのテンションの何上がり具合が伝わらないのがちょっと残念なぐらい。いや、なんていうんやろ、これはなんかおるってよう分かったなっていう。あー、まあ日頃、分かんないですね、このごま粒みたいなやつですね。これ一応動いてると思うんですけど。これ動いてる。プラヌラなんですか？画面の左に動いていく。生まれたばっかりだとあんまり動かない。下に下がっていく、動いていく。あ、そうか、シャーで動かしたな。これだと結構細長くなってるんで、よく動く。あ、消えてった。めっちゃ速いやん。めっちゃ速いやんって。これが何ミリかわからんけど。え、卵が動いているっていう意味なの？難しいですけど、プラヌラ自体が卵としていいのかわかんないですけど、出たばっかりはあんまり動かないんですよ。卵からっていう意味？いや、生体から、親から出たばっかりはあんまり動かない。親からこういう形で出てくるっていう。出てきます、はい。ああ、なるほどなるほど。で、だんだんなんかこう、ちょっと時間が経つと動き始めて。で、動き始めてきたら、なんかこう、くっつきやすいところを探してくっついて、ポリプになってくる。なんで、くっつきやすいものを今入れてます。あ、なるほど。ただ単に網が入ってる、シャーレみたい。じゃあこれを見て、あ、なんか浮いてるってよう思ったなっていう話。いや、やっぱ観察をすると、あれっていう。目につくかっていう。あ、いっぱい入ってます、いっぱい入ってます。何が入ってるか分かるよ。いっぱい入ってますね。いっぱい入ってる。その、ゴミっぽいのがいっぱいっていうことやね。ゴミっぽいのがプラヌラです。だから俺らから見たら、なんかゴミ濁ってるやんけっていうことやろ。そうですね、簡単に言うと。あー、なるほどね。無数におるってことやね。めちゃめちゃいますね。この部分ですよ。この花びらみたいなこの中心の部分からプラヌラが出てます。これ何、何万個っておるのかな。でしょうね。ああでしょうね。これがどうなるの？これがあっちのポイント。ポリプ、エフィ、メテフィラ、メデューサ、
ジュース。これだからみんな兄弟っていうの。そうですね。最初は本当にもう本当になんか崇高だったんで、もともとは同じ DNA 兄弟という同じ人間だったら同じ田村さんがいっぱい。そうですね。が無性生殖っていっていっぱい増えるんで、もともとは本当に始まりは20個ぐらいしかくっついてなかったんで、多分この20個ももともとは1個だったのが、なんか錬金術みたいなのよく、だからプラヌラからこの1個がポリプの1個になったとして、はい、このポリプが無性生殖でいっぱい増えると、これ上に重なっていくっていうやつだったっけ。いや、横に広がっていく。横に広がっていく。このこれがいっぱい増えます。横に、はい。おう、でな、さらにその増えたやつが上に伸びるんやろ。増えたやつが、餌いっぱい食べて、これはいけるぜって思った時に水温をキュッと下げてあげると、うん、このストロビレーションってしてストロビラになってます。うん、なんで？なんで？要はここからこっちに直接はいけないので一回ストロビラ。一回こっちになる。はい。でストロビラがまた大きくなってって大きくなってってっていうか、まあ準備を整えれたら一個ずつプツンプツンってはぐれてエフィラになる。だからもう一回俺が言いたいのはこの一個のやつがここで増えるわけやんな。はい。増えても別に増えなくてもって感じですね。余裕があったら増える。はい。で増えたなおかつここでまた増えるってことですね。そうですね。でこの一つ一つが一匹一匹になるってことだね。そうです。ありますよ、ほら見ます。うん、これ見た。肉眼で見える。肉眼でも見れるんです。これはメテフィラですね。エフィラからメテフィラになったやつ。これがこれがポリプですよね。言うたらポリプがこれがあれストロビラです。あ、わかります。これがだから 1,2,3,4,5,6 動いてるやん。動いてますね。 1,2,3,4,6 匹ぐらいになるってことや。これが1個そうですね。大体本当に10匹ぐらいは余裕でついてますね。これはなんだ、まだでかくなっていくの。あ、そこ動いてったらもうポンって1個ずつ外れてきます。あ、じゃあ先の方から。そうです、一番上から外れていく。巣立ちしていく。はい。で巣立ち しまくったやつが、まあ、ラスト1個ここついてたりとか、あ、ここついてたりとか、まだこれも途中ですよね。これももう外れそう。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 見てたら外れるんちゃう。外れそう。無限に増えそう。そうですね。でこうなったらもう1個の個体としてなって大人になって。るまではもう増えへん。増えてた、卵というか、はい、あれは出さないの。はい。一個の一匹のクラゲとして生活していくはずです。なんでこんなに増えんやろな。まあ水クラゲ食べる個体結構いっぱいいるんで、それもあるのかなって。だからこの子らが増えるからこの子らを食べるやつが増えるやろ。そうですね。食べるやつが多いから俺たちいっぱい増えないとっていう。そうやって思ってないや。思ってないというか、みんなのために増やそうじゃないやんな。多分増やさないとこの子たちがまた生き残れないから増えるんだ。そうですね。あ、うちにいる個体でも例えばアオウミガメとか、うん、そうやな、普通に食べますし、あとはそこにいるクラゲ食の子たちも。花びらウムやな。花びらウムも色内のクラゲ大好きで入れたらかっこいいな。へえ。で、あとあそこにいる天草クラゲも水クラゲ大好き。クラゲがクラゲ食べるんで、結構クラゲ食のクラゲは水クラゲ食べますね。
好んで食べる。そうなの、はい、日本でいうとお米みたいな感じなの、ね、主食なの、ね、そうですね違うな何かまあでも本当にクラゲの中では一番そういう、うん、なんだろう、よく捕食される対象ではあるのかなっていう感じですかね。年から年中おるわけじゃないな、暖かくなってきてからやな。年間を通してポリプはあるんですけど、そのポリプが夏の間、夏の間って、まあ夏、まあ、春から夏にかけてその大きくなったクラゲたちが、うん、まあ、プラヌラを出してって、秋頃にポリプがくっついてて、うん、秋でいっぱい栄養を貯めてから、うん、冬になって急に水温がくって下がってたタイミングで、うん、そのストロビレーションっていうのを起こして、うん、3歳になる。でそれで冬を起こすの。そうです。で冬になってエフィラになって冬を起こして、だんだん冬から春にかけて大きくなってってっていう感じですね。この前には丈30センチぐらいになってっていうサイズ。じゃあ冬の間はみんなで連なってじっとしてるって。じっとしてるっていうかエフィラの状態が多いかな。なんで真冬に入って水温がキュッて下がった時にこのストロビレーションを起こすんで、うん、大体まあ 2,3 週間かかるんで、そのポリプからストロビラになるのに、うん、でそうなるとまあ12月から1月にかけてストロビレーションを起こすことがまあ水温的にはここら辺では多いかなっていう感じなんで、まあ2月頃 2,3 月はエフィラの状態が多いです、うん、で 4,5 月あ 今でももう結構大きいのが、うん、朝10センチ今みたいに10センチぐらいののもいます。でまた夏頃にはもうかなり大きくなってプラヌラを残して、まあ、死んでいくのサイクルですね。ポリプはずっと残ってます。ずっと残ってるポリプの形で、はい、ポリプはポリプでずっといます、ストロビレーションしてます。しても大人にならずにこのままで折れるっていう。そうですね。じゃあなんで大人になるの。栄養がないからこのままに折れてる。かって言われるとやはりその無性生殖ばっかりしてるとやっぱここでも奇形とかが弱くなったりだんだんちっちゃくなってくるっていうのもあるんで、多分おそらく自分の DNA を残すために有性生殖をさせるためにエフィラになる。無性生殖もするけど、だから一回ちょっと、どういう意味とかじゃあ、ね、ポリプの状態ではもうほぼ一生生きてるっていうと、もうずっとその何年もこのままで折れるっていう。そうですね。いわゆるあの何事もなければ、例えば捕食されたりとか、うん、水があまりにも汚いとか干上がるとか、うん、そういうのがなければ基本的には。じゃあこれは何年生ポリプが分からんってこと。分からんです。分からないです。あでもこれにくっつけたのはだいたいこれで2年目か3年目ぐらいです、うん、これ2、3年このままってこと。そう、いや、カップ自体はまだ半年ぐらいです。なるほど。ポリプ自体はもっ と、そうですね。ポリプ自体はもっと前のやつですね。ポリプのやつは最初3年前ぐらい。なんで大人になるんじゃなくて、なんでこのままでおるの。このままの方がいいって思うかね。いわゆる死なないってことですからね、言うたら。ポリプの状態では死なない。これは栄養はどうしてんの。栄養は冬の間は基本的にあまり上げてないです。なんでその秋頃に栄養をいっぱいいっぱい蓄えたやつがストロビレーションできるんです。栄養がないやつはストロビレーションできなくて、そのままいわゆるそのままのポリプもいっぱいいるわけですよね。このままのポリプでも何か捕食するの。あ、します。マルテミアとか。なるほど。でまた次のタイミングを見計らってるというか。じゃあやっぱり環境的にいっぱい栄養があれば、そうです、ふさふさになって分裂して、はい、はい、でさらに冬になったらストロビレーションしてっていう、栄養がなければストロビレーションしないです。同じ個体がってわけちゃうやんな。このストロビレーションしたらちっちゃいじゃないですか根元が、
ポリプの根元が、うん、根元がちゃんと残ってるんで、うん、それがまた栄養を蓄えたらもう一回、うん、あ、ふさふさのがどっか行ってからまだ残ってるっていう。そうです。ああ、なんや、そういうことね。残ってます。下の部分が そのポリプの前の状態なんですけど、うん、ポリプじゃない、エフィラ、ストロビラの前の状態のここの部分がポリプになってるんですけど、多分外れてからまたこの触手伸ばしてこういう風に他のポリプみたいに。へえ。え、一生増え続けるってこと？そうですね、ある意味で。ポリプを食べるやつも結構いるんですよね、ウミウシとか。なんでポリプも増え続けないと多分やってけねえぜみたいな感じなのか、まあそんな感じで増えてるって感じですね。なるほど。そんなに爆発的に増えてても増えすぎないのはそんなに捕食されてるって。おそらく、はい。じゃあ、ね、オキアミとかイサザエビみたいな役割なの？そうですね。結構チョウチョウゴとかもポリプ食べるようなやつもいるんで、地方動物って意外と敵が少ないかと思いきや意外と食べられたりとかするんですよ。水クラゲって刺すの？刺します。基本的にあの地方動物のクラゲは全部毒があります、うん、弱かろうが強かろうが毒性はあります。水クラゲは最近まであの毒は弱いっていう風に言われてたけども、あの最近の研究で毒地方の長さが短くって人間の皮膚を貫通しないだけで、うん、長かったら結構いい具合に毒があるっていう。あ、そう。じゃあ水クラゲってほらよく触ってるイメージが、うん、子供が投げてるやつや。そうです。手のひらの皮が厚いから何もなかった例えば首に当たったりとか皮膚が弱い人がその四方に当たると結構痒くなってる。私も結構もう何回も刺されると反応しやすくなって、クラゲは奥が深いので水クラゲは基本的にそのまだいろいろ説明しやすいし繁殖させやすいんでいろいろ説明ができるんですけど、あの他のクラゲ、逆さクラゲもまた別になってくるんで、ちょっと別になってます。なんかメテフィラってエフィラの状態が結構一瞬でなくなっちゃう。一応逆さクラゲもエフィラの状態がほぼないって言われてます。せっかくなら顕微鏡で見ます。これ何？エフィラ。これはポリプです。ポリプとストロビラが、これが逆さクラゲのポリプ。もともとあの欲しくて折いたやつじゃなくて水槽で、あ、これ逆さクラゲのポリプだなと思って取ったら普通に繁殖しました。これがポリプ。そうです。これがポリプ。こっち、これがポリプです。これがポリプ。これが今ストロビーですね。逆さクラゲは1個ずつしかなんないんです、ストロビーに。じゃあこれがそのまま大きくなっただけってこと？なって1個しかつけないです。で逆さクラゲ、そのエフィラが、エフィラというかストロビラが大きくなったらプツって1個外れて、またこの本体も大きくなっていって、またもう1個つけ、だから根元が残ってるってことだよね。そうです。あ、でちょうどここに面白いのがあるのが、逆さクラゲもプラヌラで増えるんですけど、逆さクラゲはポリプがあのプラヌロイドっていうプラヌラみたいなやつを作ることで有名なんですね。呪文？簡単に言うと、水クラゲのポリプは横でしかつながって生えて、うん、こういうつながりでしか増えないんですけど、うん、逆さクラゲはそのプラヌロイドってやつをプツンって外して、それがまた違うところに泳いでってプズって全く別のところからポリプが生えすことになる。水クラゲは竹みたいに、あ、そうですね、下でつながってて、はい、これは種みたいに飛んでいくの？違うの？はい。これがプラ、あ、いや、合ってます、合ってます。はい。はい。ありがとうございます。長かった、長かった。いや、熱は伝わって。
まあぜひ普通の卵的なものを初めて見たよっていう。そうです、私も初めて見ました。なるほど。で多分見せてる水族館ほぼないと思うんで、あてか見える水族館ないと思う、見たことない。プラヌラをポリプとかエフィラとかは展示してるのをもちろん見たことは、てか普通に展示されてるんですけど、プラヌラはないんじゃないっていう、記憶の中ではないような、そもそも流れてっちゃ う勝手にくっついちゃうみたいな感じなので、要は気づかへんこと。そうですね。ありがとうございます、はい、うまく動画にまとめようと。難しいかもわかんないですけど、まあ